皆さんこんにちは、サイバモエです。以前群馬県安中市と富岡市の2つの市営火葬場が並んで立っているというのをお伝えしました。地図を使っての解説だったのですが、今回は実際に歩いて移動する様子を動画でお送りしようという企画です。今安中市の火葬場、すみれが丘霊園の正門を出発しました。左側が火葬塔を含めた全ての建物がある敷地です。右はすみれが丘霊園の駐車場になっています。この先に交差点がありますが、その右斜め前がすでに富岡市の神楽霊園の敷地になっています。両方の火葬場の敷地が点で接する場所ということになります。坂道を登っていきます。まだ下り坂に変わる様子がないのに、気づかないうちに市の境界をまたいだのかなと疑問に思ったのですけど、今歩いているこの道自体が安中市と富岡市の境界のようです。尾根の部分に作られた道のようです。一応手ブレ補正機能があるビデオで撮影したのですけど、結構揺れますね。少し古いのと元から安物だったからでしょうか。私はあまり動画は撮らないので買い替える予定はありませんが、たまにこういう風に撮りたくなることもあるので悩ましいものです。実は手ブレを抑えるジンバルという装置を買って持っています。カメラに取り付ける取っ手みたいな形の装置で、カメラが振動するとそれを打ち消すように外側から補正をするような動きをします。使ってみたら驚くほど滑らかに動画が撮れることは撮れたのですけど、安定な状態から大きくずれると途端にカメラが暴れ出すという真逆の動きをしてしまいます。きちんと使えばそういうことは起きないのでしょうけど、なかなか簡単ではなく、使おうというモチベーションがなかなか湧かなくなってしまいました。はい、この先にまた交差点があります。ここを左に曲がると富岡市神楽霊園の正門があります。隣接しているといっても正門同士が向かい合っているとか2つ並んでいるとかそういうわけではないので、少し時間がかかってしまいましたが、2つの市営火葬場がこのような位置関係にあるのは現地入りするたびに衝撃を受けます。皆さんにも体感していただきたいです。左折すると左が富岡市神楽霊園の火葬塔を含めた全ての建物があり、右に駐車場があります。左折する前の道が市の境界でしたので、駐車場も含めてそれぞれの市の火葬場の敷地は自分たちの市内で完結しているようです。ということで歩いてみた動画でした。またお会いしましょう。さようなら。